今日は何でしょうね。お、なんかあったぞ。なんかあったよ。開けてごらん。うん、のんちゃん開けてごらん。けいけい。けいけい。お、お、お、お。あ、ひよかな。ひよこ。ここみたいだね。お、お。出るぞ。出るぞ。いや、これパンケーキ。おお、ひよこだ。ひよこか。可愛い、なんかシャンプーハットかぶってるじゃない。うん。いや、本当ドケボさんのおもちゃ可愛い。そうだね。確かに。めっちゃ可愛い。これ写真映えしちゃうおもちゃだわ。そうだね。寝てるの。目つぶってる。うん。可愛い。可愛いね。可愛いノエル。もうさ、その。ノエちゃんの好きなアヒルさん。目についてる。あら。目にちょっと。マイク係。アヒルさんとなると今回のテーマなんだろうね。なんだろうね。9月。アヒル。ピンと来ないけどね。なんですかね。お風呂かな。お風呂かな。確かにシャンプーハットかぶってるからね。うん。ナイスキャー。お、指輪入ってんじゃない？指輪。そんな箱だよね。すごいね。あらら、可愛いね。あ、バブルバスデーだって。やっぱお風呂って感じだね。可愛い。可愛い。あ、おもちゃも入ってる。ちゃんと入ってる。本当だ、ここに。この子も同じの被ってる。本当だ。今回のメニューでございます。アヒルちゃん。アヒルちゃんですね。これは中の。ローズヒップソープ。なんか指輪じゃなかったね。石鹸でした。悪いんじゃない？あら、見て。そのまま入ってるよ。本当だ。すごく石鹸の匂いする。当然。食べれないよ。食べちゃいそう。食べちゃいそう。こんな感じです。ドギボでしょ、おやつでしょってのいちゃん食べちゃいそう。そうだね。なんだっけ、これ、この形に似たお菓子、名前。ご家庭のいちご入ってるフリーズドライのやつ。ああ、それとかね。違った？あと粉がさ、白いの回っててさ、サクサクっとして無印良品とかにある白いボールみたいな。ぬるま湯で優しく泡立てて、ワンちゃんの全身の洗浄やお散歩後の手足の洗浄にご使用ください。普通に石鹸として使うみたいよ。あ、ワンちゃんの石鹸として使う。じゃあ今度やってみようか。次行くよ、ねえちゃん。はい。豚のハツジャーキー、心臓です。お、これさ、ワンコのトレーニングの時に多分先生が持ってたんじゃないかな、この部位。パパ食べないからね。どうぞ。今日はすんなりもらうことができました。よかったね。パパはこの後焼肉食べるから大丈夫だよ。そうだね。うん、美味しいよね、多分。これは。アジの練習に届くかい？そうだね、いいかもね。はい、どうぞ。はい、これはフリーズドライのチーズ。うんうん。結構ドギボさんこういう感じのちっちゃいね、カットしたやつよく売れるよね。ありがたい。しつけしてる時とか、ご褒美とかお礼とかにいいんだよね。うん、ね、手に取りやすいサイズ。よいしょ。じゃあ開けますよ。うん、見てないけどいいよ。どうですか、ノエルさん。ちょっとママに一ついただいてもよろしいですか。お、はい。食べんの？食べない。顎。じゃあ顎して、顎、待て。いや、しょうけ。このフレーズは初めて見た。鶏のトサカジャーキー。これトサカらしいよ。言われてみるとトサカの形してるよ、これ。トサカだって、のいちゃん。いろんなとこ食べれるんだね、鳥さんね。じゃあ、行きますか。まず魚とか、鹿とか。鹿もあったね、いろいろあったよね。じゃあ、待てだよ、ダメだよ、こんな感じ。頭につけてみる。トサカじゃん、これね。こういうこと。取れちゃう。食べれちゃう。置いた方がいいんじゃない、これパパ。やめな。うん、ねえ、臭くない。やめな。やめな。お腹壊したら困るから。そうだよ。まともなこと言ってるね。いいですか。いいよ。モナピーしてるからモナピーにもあげないと、トサカあげないとね。あ、これゆっくり食べるタイプ。うん、そう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 。手使って。トサカってね、鶏の頭になんか赤いのつってるやつ。そう、それ。使うのが可愛いんだよね。可愛いんだよね。どういうの？ゆっくりだよ、ゆっくり。ゆっくりだよ、のいちゃん大丈夫だよ、取らないよ。取らなくても大丈夫だよ。食べた、美味しかった。満足だね、この大きさはね。以上ですかね。以上ですね。インパクト強かったな、最後のトサカが。うん、本当だね。そうだね。モナちゃんどうぞ。モナちゃん。なんとか取れたね。ちょっと止まっちゃった。ちょっと止まったの。なんとか取れたみたい。慎重派だね。ね、これは。見ないでよって言われた。大丈夫、お水飲む先に。モナちゃんバリバリ行くかと思った。今だったらバリバリ行くよね。今ちょっとバリバリ。